はい、ベナ、TM チャンネルです。はい、今日なんですけど、今日はなんだ、高校時代の話。それはリクエストがあったの、まあ、前回の出した動画が意外に反響あって、ボルカスなんか偽善者とか言われるのかなと思ってたの俺。やめよう、やめよう、そうそうそう、やめようとか思ってたし、いや、そんなね、なんか動画出すのとか言われるのかなと思ったら、意外になんかめっちゃ、うん、多分俺の見え方が今までそのまんまで見えてたんだと思う。どうやって思われてんの。いや、わかんない、ちょっとどうなんですか、コメントくださいね。あの、いい育ちだと思ってんのか。まあリクエストもね、あって、高校時代の話とか、どんな感じとか、そう、どんな感じなのかみたいなリクエストあったから、ちょっとそれ話したいなと思うんですけど、まあ高校は修徳高校っていう、昔は名門かな、今はなんかあんまり選手権では出れてないみたいだけど、俺がその時にまあいろいろ感じたのは、先輩も怖いじゃん、うん、なんていうかな、萎縮した。俺は高校3年間で萎縮するプレイヤーになっちゃった。高校の3年間で自分の本来のパフォーマンスを出した記憶は一度もない。なんかもう見られてる、常に見られてる感じ。もう先輩にも監督にも、先輩にも監督にも目つけられてるっていう風にずっと思いながらプレイしてたから、もう気が気じゃない感じ、意味わかんない恐怖と戦ってる感じだったのよ俺ずっと。そんなことあった？全くない。俺はめっちゃあったのよ。俺が中3の時に練習参加すんのよ。その時にまず最初にパスずれたり、パスずれた時においとかやって、あ、ええみたいな感じじゃん。何みたいな、わかんねえよそういうのみたいな。なんかもうそういうのもあって、だんだんそういう風にさ、プレーも、うんうん、やっぱなってくのよ、悪い方に、うんうん、俺なんかもうだから試合に出てもどうせ怒られるだけだと思ってたの、プレーしても、うん、楽しいはずのサッカーがどうせ怒られる、どうせ言われると思ってプレーしてたから、うん、いいプレーなんか一切できないし、案の定言われるのよ、おめえはなんでそこに置いてるか分かるかみたいな、すげえ、しかも怒鳴られるのよ、おめえなんか勘違いしてんじゃねえのかとかさ、勘違いって何っていう。なんかちゃんと説明してくれればいいのに、高校サッカーの日本がやっぱこう良くないのは伝わらないじゃん。その海外とかってクラブチームがたくさんあるから、20、30人ぐらいをやっぱ見れるじゃん。うん、指導者、コーチがさ。日本のサッカーって、それが150人とかさ、100人抱えてる時点で、監督1人、コーチがまあ2、3人いたところで、見れないじゃん。見れない。これはもう好き嫌いとかじゃなくて、俺は指導だと思ってない。俺は今指導に携わってるから、言うけど、俺は高校の3年間でも絶対育成はできると思う、絶対伸びると思う。だって俺がヒューマン行ってフットサルでこれだけ伸びたってことは絶対に伸びるの、絶対に理解できると思う、うん、これはね、批判みたいになっちゃうと思うけど、俺はでもこれもう YouTube だから、もうこのいい機会だからもう言うけど、絶対にこれ変えていかないと俺日本は絶対もっと成長できないと思う、うん、絶対。あとは人によるけど褒めなきゃダメ。俺フットサルに出会って本当に良かったなと思うのは、浦安のスタッフとか選手が教えてくれて、まあ、ダイさんとか、うん、トールさん、岡山さんって、あのそれこそ柏優勝して、うん、全日本で岡山監督とかにも教えてもらって、だから俺一応岡山チルドレンなの、うん、わ、これが指導かって思った。こんなにいい指導者がいるんだっていう風に、俺もなんか本当に感動したのよ。こんなに的確に教えてくれて、これが理解して学んでプレーするってことなんだと思って、俺それでなんかね、フットサルにのめり込んだきっかけなんだよね。フットサル、まあそのさ、専門性が上がるから、サッカーでは起こらないようなこともよりこう細かくあるけど、でもそこを理解すれば、フットボールっていうかさ、サッカーの細かい部分が大きくなっただけだから、より楽になると思うんだよ、その状況判断の質としても。バルセロナとかもさ、フットサルの指導者入れてんだよ、サッカーに。だからペップとかもさ、取り入れたりして、だから江藤とかいた時とかピボアテとか普通にしてたしさ、そうね、うん、ピボアテして普通に入ったりとかしてるし、パラレラとかさ、プラウェイみたいなやつとかも急に寄ってってからヒュッて出るとかさ、あんなのもうパラレラじゃん完全に。海外とかはもうそれが当たり前にもう落とし込まれてる、うん、指導者ももう理解してる。帝京長岡とかさ、山梨学院も監督とずっとね、そうそうそう、やり取りして、まあ総監督にはね、正直ね、全く好かれてなかった。で、高1の時もオランダ遠征前にその1年生メンバーで行って、なんか俺のせいにされたんだよね。お前なんか勘違いしてんじゃねえかみたいな、勘違いしてんだよとか言って、いやいや一生懸命やってる中で勘違い、見てる人からしたらあったのかもしれないけど、勘違いなんかしてねえしと思って。高校生だしさ、俺もう子供だったからさ、その子供なりに考えてプレーしたりみんなしてるわけじゃん。もう大体中学
学生ぐらいになったら俺もう大体大人と一緒ぐらいの頭かなと思うんだよね、うん、ちゃんと指導してくれてちゃんと伝えてもらったら絶対わかると。中学校の時にちゃんと指導してもらって、まあその人もすごかったよ、蹴ったりとか殴ったり普通にあったから、でマジきつかったけど、でもちゃんとミーティングとかスペインサッカーのこういうところでみたいな、中盤が受けてちゃんと前向いてくさびつけてからフェイクして受け直してサイド散らしたりミドル打ったりとかすんだぞとかさ、ヘディングの仕方はこうだとかさ、まあいろいろ本当指導されて、中1とかでも理解できんだよ、うん、だから今なんなら俺指導小学生でしてるけど、大人と一緒のメニューとかやっても理解できるわけじゃん、うん、あ、こういうことねってなるわけじゃん。現に大学生から伸びるやつもいるだろうしさ、そんなの人それぞれ分かんないから、いや言えば分かるしみたいな、そんな言い方なんですんのかなみたいな。高校だったらもうみんなあると思うけど、うん、俺はもうこれ批判もあると思う、この賛否あるからもう何言われても受け入れるけど、俺はこの3年間で得たものは本当にない、俺は本当にない、伸びてない、うん、人それぞれ、うん、人それぞれだから、ね、伸びた選手もいるし、俺も俺で何か残せたかっていうと何も残せてない、高校3年間で、ね、だって伸びてないから。まあ、何が言いたいかというと、俺は今指導してて選手続けてる理由もそうだけど、俺はその3年間があったから何か証明したいなと思ってフットサルの世界入ってやってやろうっていう感じでやってるから、うん、だから今もこうやって F リーグのチームからこう4年プレーしたけど、 F でもカテゴリー落としてまた再チャレンジってやってるけど、俺はその時の3年間があったから今もこうやってチャレンジしようって思える、なんか証明したいなと思うから、良かったのかなとも思うけど、結果的には結果的にこういう世界に踏み込めて、うん、自分でこう今、ね、いろいろこういうこともやってて、でも辛い思いっていうかさ、何してもダメだみたいなことを選手に、俺が教えてる子供たちに絶対教えたくないなっていうか伝えたくないなって思うから、俺みたいになってほしくない、本当に一人一人の子供に対してもめちゃくちゃ熱くなるし、めちゃくちゃ言う、ちゃんと伝えるよ、俺はもう怒ったりとかしない、ちゃんと何がダメ で何をしなきゃいけないのかをちゃんと理解させないと子供パニックになっちゃう、俺もパニックになってたもん、うん、習得の時に、じゃあ何をしたらいいんだって、お前なんで追わねえんだみたいな、でどういう風に追ってどういう風にこう寄せてさ、うん、追い込んでっていうのをちゃんと伝えてもらって、ここをこうしなきゃいけないんだって言われないと分かんないから、うん、人間だって自分だってそうじゃんって思うよね、追わなきゃいい時もあるし、そう追わなくても追っちゃいけない時もあるし、そうだからフットサルで現に前プレかけて状態が悪かったら、状態が相手の状態が悪かったら寄せてさ、うん、セカンドディフェンダーもこうやって反応できるけど、状態いいのにガッて寄せてこいつ間に合ってないのかただ寄せたって出されたら、そのまま追い損でライン感つけられてターンされちゃうじゃんみたいな、今になったらすごいわかるけど、その時にはやっぱわかんないし、うん、今なんでこうやって俺が言語ができたりとかこうやっていろいろ言えるかっていうと、中学校の時にそれをある程度学べたんだよ、かなりそれが俺基盤にあんの、高校もちゃんとオランダサッカーとか3-4-3とかで機能に対してはそこは俺良かったんだ、理屈として理論としていいと思ったから、じゃあこれをもっとどういう風に流動的に落とし込むか、こうなったらこうなるっていうのをやるかっていうのをもうちょい明確に提示して、出れるのって11人だしさ、メンバー入るの23人、その出れない奴らが理解できないとなんで出れないのかってことだよね、うん、いけなくて、もっと接し方を考えないと心は開かない、絶対にそういう目でしか見れないよ、俺は今大人になってその時の状況とかをさ、今のこの考え方発想で考えるから、指導者の気持ちとかも理解できるし、で俺を使わなかったこともまあ理解できるんだけど、でも俺はやってやろうと思ってたから、朝山田はサボんなかったし、昼飯にもトレーニング隠れて行ってたの、裏の筋トレなの、筋トレルーム、誰も知らないと思うけど絶対負けてらんねえからみたいな、ゆうたろうってさ中学校でめちゃくちゃうまいやつがいて、ゆうたろうとさ夜中までさやってるじゃん、1対1、2対2、3対3とかさ、うん、それに行った時にお前下手になったねって言われたのがもう本当にさ、まあ、前にもその動画にも言ってるけどマジでショックやったから、まあそれぐらいだからもう上手くなってないんだよね、だからもうメンバーにも入ってない最終的にね、で高2にも俺一回やめようとしてるし、メンタル的におかしくなるんだよ、毎日そんな感じだったらもう軽い鬱だよね、うん、絶対自分が頑張っても掴めないものをずっとなんかこう追いかけ続けてる感じ、うん、だからもうね本当にきつい、もうストレスでインフルエンザと胃腸炎かなみたいなのを同時になったのよ、うん、俺もう本当にやめようと思って、なんならもう悪い奴らのとこに行って遊びに行ってたりしたもん、でみんなあれ勇気やめんじゃねえのみたいな、これやってても
本当にプロなれんのかなみたいな、やめようかなと思ったんだけど、まあなんか体調もちょっと戻ってきて、まあやっぱさ、サッカーしたくなるわけじゃん、うん、なるね。で、何もすることなくてってなったら、結局やっぱ学校にやっぱ行くわけよ、監督のところ。あの、まあまあこういう理由で気持ち的にちょっと不安定でしたみたいな、でもう一度なんかやらせてくださいみたいな言ったけど、おめえに不安定とかあんのかと、えってなった。俺も見れなくなるじゃん、うん、そういうのもう俺の味方ではないっていう風にもうなるから、一番下から頑張ったけど、で、だ合宿も最終的には一番下の合宿に行かされて、まあメンバー外のやつはもう そっちの合宿になって、入ってきたばっかの1年とかとやらされるみたいな、そっからはああもう自分の道行こうってなって、フットサルに切り替えたんだけど、まあメンバーはさ、もうメンバーだから、でメンバーもメンバーでなんかこういろいろ抱えながらみんなプレーしてるわけだからそれはいいプレーできねえよなと思いながら、俺もうそこも理解したんだけど、そういう感じでした。僕は結局萎縮して何もできず、まあ辞めようとするけど、総監督とかそういった人たちにも好かれず、自分ももちろん悪いとかそれはあったよ、それはもちろんある。その中でまあ何かを見出そうと思ってやってたけど、サッカーでは難しいなっていう風に自分の中で判断したから、まあそれでフットサルに転向するって、だからそれがその3年間が本当にあったから、本当今がね本当あるんだけど、まあそれぐらい結構俺は辛かったなっていうか、これはもう俺にしか分かんないかな。もう分かんないでしょ、まさきから見ても分かんなかった。どうだろうね、まあ俺も相当言われてたからね。でもさ、気にしないじゃん。気にしないようになったんだよ。それでドリブルもしなくなったし顔やる気ないから走るとか結構あったからね。やばいでしょ。え、普通にやってんだよ、ずっと走らされてんの。オッケー言われるまで試合のハーフタイムとか俺カメラに俺走ってんの、ずっと映ってんの今になったら別に理解もできるけど受け入れはられない。俺は間違ってたなと思う、高校の3年間は。それは賛否あるから、指導で良くなったね選手もいるし、恩師にしてるさ人もいるわけじゃん。だからそれは人それぞれだから、それに対してはとやかく言う必要ないけど、俺は俺の捉え方があった。だからそれはなんか俺悪いとは思わないから、合わないは絶対あるし、そういう時やったら俺は逃げた方がいいと思う。もうすぐに逃げてすぐに辞めた方がいい、で違う環境に行った方がいい。サッカーだったら高校辞めて違うその求められてる高校に行った方がいいと思う。でレベル下げてもそこに行った方がいいと思う、の方が自分らしく絶対プレーできると思う。だから高校3年間選手権に出てようが出てまいが、いい選手はもうゴロゴロいるし、上手い選手はめちゃくちゃいるから、なんか関係ないと思うんだよね。そいつがその後にでどういう行動をとってどこを目指すかだと思うから、そこに上手い下手とかやっぱ関係ないと思うし、そういったなんていうの、反骨心みたいなものが身についたのは本当に良かったなと思うけど、今のそういった子たちがいたんだったら伝えられることは、なんか すぐにそういう環境からは抜け出して自分が楽しめるものっていうのをまた見つけたりとか、そういったことがすごい大事かなっていうふうに思う。なんかそこに対して我慢したり向かっていくようなことは俺は全然無駄な時間になっちゃうかなっていう。ブラジルとかだったら席替えって言われてんだよ、チーム変えるのなんて。ちょっと監督が合わないなと思ったら変える、だから監督についていく選手もいるじゃん。そういうもんだと思うんだよ、まあプロの世界もそうだけど、うん、で自分らしく入れるとこでいないと自分じゃなくなっちゃう、自分おかしくなっちゃう、うん、頑張るっていうことが正義みたいになってるけど、うん、絶対違うから。頑張るなんて勝手に頑張るから、朝練毎日行くんだよ5時半に起きて。それなんでかって好きだからだよ。それ求め、自分が好きだから、自分が興味があって好奇心があってそこで求めるから、勝手にやるから、求めるやつは勝手にその目標に行く。だってそっちにもう引っ張られてるんだもん。頑張ろう、もう朝無理やり起きて行こうなんてやってる3年間はもうただその3年間で終わるから、燃え尽きる。絶対にすぐに逃げ出してください。会社に勤めてる人もそう、絶対そうだと思う。自分の好きなこと見つけて絶対それに向かってやった方がいいです。以上です、高校時代の話でした。さよなら。Toes, baby, you think a little too small. I got big goals, baby. Hey, where the money at? Look, I just need the info. Pronto, I go and get it. Split it with my kinfolk daily. And I'm the type of that might change my number on ya. Yeah, that's how you react when people took a slumber on ya. Pretty brown skin, baby. I can see the summer on ya. You see all the bread, and I know it make you wonder. Don't you, don't you, don't you? Ooh, I ain't surprised at all. See them rise and fall. Went up the mountain, it wasn't hard to climb. At the top, I found some relief. I finally got some peace. Carry on, but please don't mess up the mood.